江村正也は、広島県福山市出身の元プロ野球選手、コーチ。実定は、千葉ロッテマリーンズ保守の江村直也。福山市立常勤中学校から、栃木県の佐野日大校に進み、3年時の夏は、背番号1を背負うも、登板機会はなく、チームは、栃木県予選2回戦で、国学院栃木校に敗退した。甲子園出場経験はなし。 一学都市下に沢村拓一二学都市下に金伏線優吾がいる日本大学に進学すると東都大学野球連盟に加盟する野球部に入部する三年時の秋からリーグ戦に登板同期に戸亀県がいる大学卒業後は広島の社会人野球ワイテックに入団一年目の2010年から公式戦に登板し三年目の2012年 第83回都市対抗野球大会に、白はビクトリーズの補強選手として出場。初戦の明治安田生命戦では8回途中から、登板し、無失点に抑え、続く2回戦の NTT 西日本戦では3回を、1失点に抑えるなど、チームのベスト8進出に貢献した。2012年10月25日。 プロ野球ドラフト会議にて東京ヤクルトスワローズから4位指名を受けた。2013年4月23日の広島東洋カープ戦にて初勝利。同点の8回西一、二塁の場面で投板し、代打として出場した前田智則に死球を与え乱闘騒ぎとなるも、後続を三振に打ち取り逆転勝利を呼び込んだ。試合後、前田が死球によって、 左手首を骨折していたことを知った江村は、翌日の練習前に広島ベンチへおもむきの村、健次郎監督に謝罪。しかし、代打の切り札であり長年チームを支え続けた大ベテランを失った、広島ファンの怒りは収まらず、以降江村は、広島戦に登板するたび激しいブーイングを浴び、広島県の実家にも嫌がらせを受けた。江村自身ももともと、広島ファンであり、 前田を骨折させたことについて、やってはいけないことをしてしまったとショックを受けていた。なお、前田は、この骨折が引退を決意する決め手となり、同年10月に現役を引退。6月3日の千葉ロッテマリーンズ戦では4点ビハインドの8回裏に、弟の直也との対決が実現。ロッテファンが直也へ送る、エムラコールに同じく、エムラを応援する、ヤクルトファンが声を合わせるという、 この対戦ならではの珍しい光景が見られた。歓声の中、江村は直弥に全球直球で挑むが、立金でコントロールが定まらず、ボールが先行。3ボール1ストライクから夕頃に打ち取るという形で、兄弟対決を制したが、見逃せば、死球かという高めの直球に手を出した直弥について、ボール球を打ってくれて、優しい弟を持ったなと思ったと感謝のコメントを、 残している。このシーズンは、リリーフ投手として31試合に登板。通算防御率はに4 0と振るわなかったが、ゲームの流れを作る役割を担い3勝0敗4、ホールドを記録した。2014年、一軍公式戦19試合に登板。0勝1敗3ホールドという成績を残した。今年のキャンプ前から左肘に違和感があり10月上旬に、 左肘のクリーニング手術を受けた。2015年、左肘を故障した影響から一軍公式戦運への登板機会を失い、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日に、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトに参加。中村健から三振を奪うなど、打者三人を無安打に抑えた。MLB のサンディエゴパドレスでは、 この結果を受けて11月22日に高知東部球場で開催した日本国内初のトライアウトに招待選手としてエムラを参加させた。NPB でのプレイ経験がある日本人の参加者では唯一のサワン投手であったが契約の合意には至らなかった。2016年1月19日にベースボールチャレンジリーグの福島ホープスに入団。背番号は21で、 同年のリーグ戦には22試合に登板。チーム最多の9勝を挙げるとともに、防御率2.87を記録した。ただし、NPB 球団への復帰を希望していたことから、シーズン終了後の11月12日には2年連続で12球団合同トライアウトに参加した。2017年1月26日、四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズ、 投資コーチに就任し、1シーズン務めた。2年間の独立リーグを経て、12月12日に NPB 球団として、かつて所属したヤクルトに打撃投資権候補として3年ぶりに現場復帰することが決まった。キレの良いストレートと鋭く曲がるスライダーが武器でシュートも投げる。2013年1月1日に、社会人時代に、 知り合い2年間交際した女性と結婚した。趣味は、お香りで、甘い香りのものを好んでいる。試合の前日には、原滑にとして、プリンを食べている。本来の東方はオーバースローだが、実践形式によるパドレスのトライアウトでは、同級団へのインターンシップの一環で視察していた、元、東北楽天ゴールデンイーグルス投手の斉藤、隆から、 サイドスローへの投球を求められた。エムラ自身はトライアウトの終了後に日本では今までサイドスローを指導されなかったので面白いと思った。横から投げてきてほしいと言ってもらえるならサイドスローへの挑戦も考えるといった前向きなコメントを残している。ありがとうございます。